の時間しか行けないでしょ、それぞれ。4頭一緒に行ったらいいけど、もっと目が届かなかったら怖いですね。もし人が見た時に4頭ともパッとキープできるかってなかなか難しいし、3頭でも難しいですからね。急にパッて動くもんね。この2つはあんまり動かないっていう前提で、こいつだけ追いかけたらいいですけど、若い子がもう一頭来た両方追いかけなあかんになったら追いかけれないから、なんかこいつだけ押さえたら何があっても大丈夫です。こいつらはもう多分動かないですね。何かあった時は僕の方見てますから、こいつら。若い子がもう一頭来たら、その2つを同時に追いかけることができないから。まだもうあくも元気なんでね、もうちょっと言ってもらわなきゃあかんしね、そう思うとね、なかなか次の子って考えれないんでね、3頭、今3頭でこれからプラスもう1頭いうわけにいかんのでね、でね、ミスがね、もし産んだ時に1頭、まあ、いただく形になったとしても、じゃあ子供だけ育ててビスを返しちゃうのかってなった時に、それもまあちょっともってかわいそうかな、かわいそうって言ったら言葉悪いかな、まあ、私たちはそうしたくないから、できればね、まあ、それはね、この間長谷さんでもちょっと話したから、さっき聞いてもらった通りやけどね、そこはまあ、ちょっと相談しながらね、押すなよ。いい風が抜ける。待ってね。お父さん、いい風抜けるね、ここ。冬寒いよ。いや、寒いと思う。ここは寒いわ。
今日はいい風やけど、うん、ちょうどね、抜くといいですね。こっち、はい、行っといて。はい、友人出ました。すごい。出ないかな、お父さん、その子ら、あの、ハクちゃん。うん、なんかちょっと気がついてないみたいな。ここでやってしまってもいい？いいですよ。まだ無理と思ってるから。呼んでるんです。ここ、ちょっと気持ちいいよ。
田雄飛を、ね、固定して撮ってたのは、あとのカンカンの上にカメラ置いてあったんですよ。あとカンカン置いてあるでしょ。ああそこに置いて、カンカンの上に置いて、こっち側で僕がホーム入れながらね、日没を待ってたんです。